オン。現役時代は阪神オリックスでプレー。特に85年には5番セカンドとして3割4分2厘35本101打点とキャリアハイの成績を残し、阪神の日本一に大きく貢献。引退後2004年から阪神の監督に就任。2005年には金本を4番に据えた強力打線と球史に残る鉄壁のリレー JFK をバックに栄冠を勝ち取りました。2010年からは阪神時代の実績を買われオリックスの監督に就任。3年間チームの指揮を取りました。そんな栄光の野球人生を歩んだ男ですが、少々変わった口癖を操ります。その口癖とは、オーン。イメージしてもらうためにこちらをご覧いただきましょう。あ、バッターを一番後ろに立っとけて言わんと。あ、振りました。おい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 、そったあかんよ。ここはもう専念でいいわけですね。なんでそんなこれちゃんとやらさんのかね。まさかこれ打ちに行くんちゃう。ほら、この映像は2020年10月5日巨人戦で岡田が解説した時のワンシーン。ぼやきを織り交ぜながら解説するいわゆる岡田節が炸裂した後、まるで自分自身にも納得させるかのようにオーンが高頻度で発動しています。そこで一つの疑問が生じました。岡田はどれくらいの頻度でオーンを言うのか。というわけで今回の動画は岡田がオーンを発する頻度を検証したいと思います。野球中継を見る感覚で画面に全集中お願いします。今回の検証にはトラバンの YouTube チャンネルでアップされていたこちらの動画を使わせていただきます。動画の内容はインタビュアーが岡田にひたすら質問しており、8分間ずっと岡田が話している構図となります。オーンの頻度を検証するにあたってこれ以上ない素材です。なおこの動画ではオーンが出ていない余分な文脈をカット、約3分まで圧縮に成功いたしました。また著作権の関係上全体にモザイクをかけています。見にくいかもしれませんがどうぞご了承いただければなと思います。では検証といきましょう。果たして岡田は8分間で何回オーンというのか、皆さんも回数を予想しながらご覧ください。ではどうぞ。今の現状界だもん、この十何ゲームの開幕でな、東京ドームで3連敗は出発やもんな。あれが出発だよ、もう本当に1戦目かな、な、逆転されてのな、ものすごい大きかったよな。だから1戦目のそれが3連敗つながって、松原とかな、あとからね、その育成から上がったやつとか、今はもう余裕の戦いになってるわな、こうなってくるとね、スタートやろな、やっぱりね、やっぱり巨人強かったやんか、それつ強いのは間違いないということだよね。それはもう俺は現役の時からいいけど、なんかなんか巨人にだけはみたいなな、ちょっと前は広島が3連覇したとかね、それほどそれは意識する必要はないと思うんやけどね。補強してるよな、あの時の重要素も言ったけど、やっぱりピッチャー弱いっていうね。やっぱ菅野の後ね、結構いてなかった、名前が上がってこなかったよな。ブルペン陣がめっちゃいいやんか。阪神よりもそれはボールで上やろ、全然ね。それはやっぱピッチャーの交代やで。先発の、あれ5回、6回のな、分岐点やな。今までもやっぱもう1回でもね、やっぱり、いかんと、両方とも1対2のビハインドのゲームや、結局ね。分岐点は5回、6回の。攻防やな、やっぱりな、ピッチャーとね、これは何になった時に、そこで、ね、回ってきたら、ね、打順の選手がね、これはそういう、ね、強い気持ちで返すっていうね、もうそれしかないと思うよ、昨日の誰や、原口か、初球とかね、だから、なんか打席の中で執念みたいな、そういうのがなかなかないような気がするね、個々のレベルアップは当然と思うけどね。ね、外国人をね、そのクリーンアップに2人入れるようなね、単年勝負というかね、外国人頼みでやっぱりダメやわ。高山が3番ぐらい男の中の違うの、高山ぐらいはやっぱり順調に伸びてね、3年目4年目でクリーンアップをね、打てるみたいなね、
固定できるようなそういう形にしないといけなかったのは違うかな。いかがだったでしょうか。結果は8分間で30回でした。簡単に計算すると実に16秒に1回はオーンが発動していることになります。おそらく岡田がこれまで生きてきた中で一番使った言葉ではないでしょうか。というわけで今回の動画は以上となります。これから岡田が解説しているときはオーンにも注目するとまた違った楽しみ方ができると思いますよ。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。